あ、完全角度のいいね。完全感覚ドリーマー敵空想誰が何をチャージャー。はい、どうもアクです。今回も、グランドセフトオート5、実況をやっていきたいと思います。前回の続き、あ、武器持ってるじゃん今回。リトライして、2回目ですね。なんか武器がね、もうどこにあるか分かんなくて、突っ込んで死んでしまったんですけど、今回はそれないようにね、もうなんだろう、実況3本目にしてもうね、2回死んでるっていうね、おかしいですよね。なんかね、こんなに下手くそだとは自分でも思ってなかったです。今回なんか1回倒れても、なんか撃ってくるんですね。なんか、しつこいですね。頭をしっかり打っていけば多分復活はしないと思うんですけど。エイムしずれ。あ、股の下抜けていく。生きてるでしょ。やっぱり。足をやっぱり打つと生きてるようですね。やっぱりね。そこら辺もリアルに作られてますね。ちゃんと死亡判定のフラッシュをしっかり確認してから。あれ死んだんだ。あ、倒してくれた。ああ、ロックオン機能ないとこれは厳しいな。俺下手くそで。いいね。おっとおっと、なんだ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 、ガソリンの、ガソリンの筋を打てば引火させられる。あ、これか。あ、もう遅い、もう遅い。あ、今回爆発しても結構車の色合いは残るんですね。前作はもう真っ黒でしたけどね。待って待って、チート使いてこのライフは R に流せば体を出さずに乱射できる。神ですねこいつはね。神かっていうぐらいこれで当てられたらもう困ることないです。 OK、弾補充、弾補充。なんとか乗り切りましたね。さあ、お、自転車。あ、バイクだ。自転車とかね、乗ってみたいんですよね。バイクを手に入れろ。さあ、バイクを手に入れろということですけども、まず車に乗ることからですかね。あ、だ、これ、左。左ハンドルだった。日本車右なんですかね。逆なんですよ、俺。ライトつけていくぜ。低重心ですね、この車非常に。コーナーは安定しそうです。なんかすごい、活かした車がたくさん走ってて、ちょっとワクワクしますね、これね。いろんな車乗ってみたいですね。死体の責任は俺らに来る。誰のせいだって、ね、もう俺を散々、ああ、やばい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 。バイクどこ？ちょっとバイクが、バイク。バイク左行ったからね。ごめんなさーい。左だね。よし。いた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 。左行きましたね。あ、でもマップ見やすいかもしれない。今思ったけど。あ、もう血だらけだ、車が。あららら、間違った間違った、道間違った。結局この道。あ、ごめんなさい。すいません、通ります。通ります。と。このなんか死に方がリアルですね、敵の。飛ばされた時の。なんかくたっとした感じ。まあ、うん、リアルですね。ちょっとまあ、喜びのリアルとはちょっと違うんですけれども。うん、まあそこら辺もしっかり、今作作られているようです。引いちゃえ、引いちゃえ、おい。あ、こいつ、あ、バイクを手に入ればいいんですね。OK。じゃあ、俺はバイクを乗って。仮面ライダー。運転スキルは高速意味合い、ああ、なるほど。スキルを上げていくんですね。これはサンドレスも一緒ですね。サンドレス、確かスキル上げていくやつですよね。筋トレとかして。いやー、何回も言いますけどね。リアルだね。
リアルですね。なんかバーンアウトパラダイス的な感じが漂ってますね、この雰囲気的に。ちょっとやったことあるか分かるかもしれないですけど、ガソリンスタンド、あ、前作もありましたね確か。ほら、この遠くに見えるビルですよ、このリアル感すごいですね。あれ、そっち曲がっちゃう、曲がっちゃう、危ないね。あ、結構このジャンクションがいいですね、いい感じに。いや、いいよ、こういうの好きだよ、うん、電車とかも乗れるんだよね、楽しみだね。さてと、これからバイクを何これ隠すんですかね。なんかうちに向かってるようなんですけど、あらあら、さあ、ここが OK。 なんでこいつもついてんのかよ。アパッチの血ってやつだな。斧を投げたり頭を刈らないだけマシだろ。死んだら差し押さえもクソもねえだろ、このクソ野郎。じゃあ差し押さえなきゃいいんだな。こいつは俺がもらっとく。あ、結構なんかおばさんが履いてそうなスリッパ履いてますね。こいつもこれ弾貫通してんのにこんなにピンピンしてるのね、なかなかいないですよこんな。ミッションコンプリート。よし、次どんどんミッションやっていきましょう。不審者と変質者とか会いたくねえ、出会えるとか。よし、どこだっけ、あ、車屋さんか。さあ、ミッションです。お、夜になった、朝になった。まあ、ムービー中あんま喋らない方がいいかな。それで仕事は何だ、地味ザーザーザーのこと、すでに支払いが落ち、はい、はい、あ、金回収かな、回収ですね。住所は SUV 日産ジューク。車をいい状態で返すことですね。とりあえず安全運転で行けと。あの、ちゃんと車椅子用のあるんですね。え、おかしくね、普通車椅子用こっちだよね、普通入り口に近い方に車椅子あるよね、一番遠いところにね、二つ置いちゃって。あ、待ってよ、これなんかこのアルテッツァみたいな車いいな。あ、これもなんか半分アウディの車ですね。あ、後ろがアウディっぽい、半分アウディ。なんかね、実車に近い感じになりましたね、走ってる車が。こういうなんかアメリカンの車とか、こういうの、ね、こういうのが、うん、こういうのもほら、TT クーペみたい。こういうの、これ前もあったな。いやー、なんかいいね。街って感じだね。なんか今まではさ、タクシーとかでかさ増ししてる感じがあったじゃないですか、どうしても。それはまあ、開発の問題で、そういうのあると思うんで、それはまあ、しょうがないよなと。あ、スマホになってる。今気づいた。優秀社員。そう、私は優秀社員なのです。優秀社員はね、逆走も許されるのです。信号無視も OK。まあ、普通のこんなん いかないですよね。あ、ごめんなさい。うん、やっぱりね、グランドセフトオート4はリバティシティモデルだったんで、今作全く新しいマップですよね、多分。家に入る方法を探せ。門から入るでしょ。門閉まってる。あ、門から入るでしょ。
庭師を気絶させろ。庭師を気絶、どうやって、ステルスモード、どこ、はっ、え、ちょっと待って、どうやってやんの？ファインドオブファミリー。もう一回、どうやって、なんか出たんだよね、左上に一瞬。R1 か L1 押せば、いいよって。L3 押してステルスモード。ステルス、これがステルスモードですか？おー。なるほどね。あ、スキル上げていくと、その辺の技が伸びていくんですね。さて、家に入る。開かないか。うん、開かないね。あ、正面突破かな？買っちゃっ、開かないね。裏からかな？おっと、これかな？ SUV。あ、なるほど。おー、アサシンクリード。お、開いてる。こんなとこに入り口がある。メタルギアかなこれ。はあ、レッツゴー、レッツゴー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 、車車車車、おお、ブレ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 、よし。はい、ゲッツ、ゲッツ。あんだ、その、右ハンドルじゃないんだよ。ゴー、さよなら、いただき。いただきです。おばいちゃん。さあ、これを丁寧に届け、そう、丁寧に届けんのよ、これ。危ない、危ない。ボロクソにするとこだったら、またアウディみたいに。あ、ちゃんとね、止まってね。GO! ちょっと配慮しつつ、何、このカメラワーク何、このカメラワーク何？後ろにいるじゃん。はい、すいません、はい。じゃあそのまま行きます。クレジット詐欺に見える。いや、ダメ、避けて。通りよ、緊急車両が通ります。まあ、ある意味、この運転手も緊急ですからね。頭狙われてますから。まあ、車かっこいいな、みんな。ちょっといろいろ乗ってみたい。このミッション終わったら、とりあえずね、エピソード3終わりたいと思います。まだまだ序盤なのでね、登場キャラクターもまだ、少しですが、これからね、どうストーリーが発展していくのか楽しみです。はい、着きました。車内も結構作り込まれてますね。ガラスをつけ、もしくは後頭部2発をお見舞いしてから自分でやる。あ、この人なんか見たことある。ディーラーの窓に突っ込め。いいね。じゃあ窓に突っ込みますかと。おりゃーどーん。シミオさん、おっと、ここで怠慢ですね。
パンチ、アイ、パンチからのキック、キック、アイ、股間を蹴る。股間を蹴る。アイ、股間を蹴るかと思いきや、左。はいはい、もう潰していく。潰していく。潰していきます。はい。あれ、さっきまで倒れてたのにな。月5000ドルの価値があるように見える。体力スキルが上昇すると接近攻撃の威力が増す。だそうです。まあ、体力が伸びれば、攻撃力や耐久力、上がるということですね。悪党が家に教えることも了解したのか。だがお前は汚い詐欺師だ。悪党だね。まあでもね、騙されたと思ってこの人はやってるわけですから。さて、操作キャラクターが、誰でしょうか。これは見たことある人になりましたね。はい、ということで、シルバーゲッツということでですね、今回の実況終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録、コメント、評価よろしくお願いいたします。じゃあ、さよなら。